商品レビュー専門の GA です。皆さん、スマホのケースってどのように選んでます？もちろん機能というものもありますけど、大体はかっこよさですよね。スタイルですよ。それあとスタイルというと、スマホは裸で使うのはかっこいい、だからそのまま使ってる、そういう人もいます。それ今回は裸で使ってる人の話ですね。裸はかっこいい、でもちょっと落とすと壊れますよ、傷つきますよ。それを覚悟の上って言ってるんだけど、やっぱし嫌じゃないですか、傷つくの。その時に便利なもの、サイベリナ様から提供を受けました、このケース。スマホを裸で持つ人、そのためのケースですね。というよりデザイン、かっこいいですね。昔のエアメールって感じです。昔のエアメールってこんな感じでしたよね。送ったことないけど、アニメとかで昔よく見ました。エアメールが届くとか。こういうデザインでしたよね。もうエアメールの閉じ方ですよね。この大きめのフラップ。このフラップを開けて、中にスマホを入れます。それ磁石で閉じる。だから使うときはここから取り出す。使い終わったらここに戻す。で、その使ってるときは裸なんですよね。で、ポケットに入れるときはこれ。もうおしゃれじゃないですか。あとこれ、いろいろなバリエーションがあります。これはスマホ用、あとはタブレット用、ノートパソコン用、いろんな大きさがありますね。すべてこれで揃えれば面白いですよね。インパクトありますよ。ただこれを使う場合、すべてカバーはつけちゃいけないですね。そのまま裸で入れないと、後ろの部分閉じないです。これは欠点というか仕様ですね。ノートパソコンとかスマホとかタブレット、裸で使ってる人、ぜひこのサイベリナのケース使ってみてください。材質は PU レザー、手入れが非常に楽ですね。汚れたら水で拭くだけ、革のようなケアはいらない、その部分は楽です。サイベリナの提供、今日も商品レビュー専門の動画見てくれてありがとうございました。